よしこ遅いわね。どこまで飲み物を買いに行ったのかしら。それにしてもユニットごとにお昼を食べるのも当たり前になっちゃったね。お昼はミーティングタイムになるからね。どのユニットも目標に向けて集中していたいのよ。マリちゃんは大人だね。なんだか憧れちゃう。リコやヨシコがいてくれるからね。お姉さんらしく頑張れちゃうのです。そういうこと、ズバッと言えるところもすごいと思う。ちょっと二人とも。ああ、やっと来たわね。私もリコもお腹ペコペコなんだから。そんなことより、これよこれ。この動画サイト見なさいってば。そういえばこの前の中間発表会の映像をアップしたんだっけ。それがどうかしたの？わあ、ギルティキスの動画再生数めちゃくちゃすごいじゃない。ギルティキスはやっぱりすごい。フェスも応援してます。応援コメントもいっぱい書かれてる。そうなのよ、私たち注目されまくってるの。アクアから応援してくれてた人も、この動画で初めて見たって人もいる。こんなにたくさんの人が見てくれてるだなんて。これはもうフェスを前にしてギルティキスが勝利しちゃったかもね。そういう油断はいけないわ。でもこれを見たら浮かれちゃうわね。何よ、マリだって顔がデレデレになってるじゃない。当然よ、とっても素敵なエールがもらえたんだもの。この調子で本番当日まで頑張りましょう。ええ、まだのリトルデーモンたちのためにも。あんまり嬉しそうじゃないわね。また何か悩み事？悩みっていうか、ちょっと心配になっちゃって。パフォーマンスの完成度も上がったし、ギルティキスらしさも表現できるようになってきたけど、私たちはそれをちゃんと武器にできてるのかな。こんなに楽しんでくれている人たちを、もし本番でがっかりさせちゃったらどうしよう。そんなこと言われるとこっちまで不安になってくるじゃない。リコもヨシコも心配しすぎ。大丈夫、そんなことにはならないわ。私たちの武器がちゃんと通用したからこそ、みんなが動画にエールを送ってくれたんじゃない。その気持ちを疑う必要なんてないわ。ただまっすぐに大切に受け取るべきだと思う。そうだよね。うん、きっとそうなんだ。変なこと言ってごめんね。また弱気な私が出てきちゃったみたい。まったく、世話のかかるリトルデーモンなんだから。おかげでお腹ペコペコよ。気を取り直してランチタイムよ。マリーのお腹もさっきから鳴りっぱなしなの。私もちゃんとお弁当食べなきゃ。お腹いっぱいになればモヤモヤなんてどこかに